あ、だ怖いのが、じゃあ AT、ART 機が新基準になりましたってなっても、まあ、概ねガラッと、変わるというか、今の機種が抜けるのは、だから概ね1年後から2年後ぐらいっていうふうに言われてますけど、じゃあ実際蓋開けてみて出た機種が内容微妙だとってなった時に、ジャグラーにその幸せが来てほしくないんだよね。当然全体の稼働が落ちれば、じゃあ稼働している機種に対するそのいろんな幸せっていうのが、ね、当然シワが寄ってきますからの時に、どうかね、そのなんとかジャグラーの今のね、このまあ、この設定状況含めですけども、いい状況のお店はいいとっていうのがね、変わらないでもらいたいよね。ジャグラーとか花とかね、410ゲーム、この後ね、今さっきの410ゲームハマりで下げ止まってくれればいいんだけど、ここでこのビッグ1回分のコインが飲まれるとすごい困る。ちょっとね、レギュラーが今一つっていうね、ちょっとした不安材料ありますんで、ここは滞りなく上がってこなきゃまずいとこ。で、仮に出玉伸びないんだとしても、レギュラーちょっともうちょい走ってくんないと、先々ちょっと不安かなっていうね、そんな感じだよね。よし、よかった、早かった。バースビッグ走るね。ビッグ137分の1。いや、これだね、これがおじさんマジックってやつだね。レギュラーが343まで来ちゃったね。ちょっとまずい。この短い間隔で2回ハマるのはちょっといただけないね。あの流れでしかしこうなるか。まあ、今まさに逆の跳ねっかりが来てるっていうことなんだろうけど、いやーちょっと困った、この200ゲーム。
移動レギュラー258分の1ビッグ引けてないけどちょっとね、まあ、伸びしろはこっちの方があるかなっていう、ところでね。はい、ちょっとね移動しちゃいました。まあ、体勢的には崩れてないんですけど、その伸びしろをね一応考えての大移動。これが今1548ゲームで2の6。レギュラーが258ね。まあ、ビッグ引けてないんだけど、昨日どうだったのこれ。昨日29の22、で合算148でしょ。まあ悪くないけど、まあ4、設定4ラインぐらいなのかなっていうそんな感じよね。ただ怖いのがこれでビッグ引けないでレギュラーも引けないでっていう展開になっちゃったらもうちょっとね目標見失っちゃいますんで、ここはもうすぐ当たんなきゃダメ。少なくともビッグ引けてれば、まあ出玉的にはね今まあそこそこ持ってますから、まあ様子を伺いつつっていう感じになるんだけど、で言ってもまあ1500ゲームしか回ってないですから、これがだからここから向こう200ゲームとか、てか今もう間もなく累計1600なんだよね。1800まで行っちゃいましたとかってなったら当たんないでね。だからここ200ゲームそれぞれハマっちゃったりとかしたらちょっとレギュラーもだいぶ頼りなくなっちゃうんで、ここもう一刻も早くだよ。だからもう今祈るような気持ちでレバー耐えてますんで、720ゲームで2の7。まあレギュラーが246まで上がったけど、1700ゲームで2の7ね。でそれだけ聞くとね大変な状況だと思うかもしれないけど、これがまあ本当に5、6だったりしたら、じゃあ1日打ち切った時にねどうなってるかっていうと、これね、びっくりするぐらいまともなところに落ち着いてんだよね。これはね、ジャグラーのまた面白いところなんですけど、この際、じゃあ AT 機とか AR 機とか、あの辺で、じゃあ5だろうが6だろうが、ね、一日うんともすんとも言わないなんていうこと、日常的にあるんですけど、ことね、ジャグラーの5、6に関しては、回せば回すほど、妥当なラインに着地する。
まあ、もう信じて回すしかないんだけど、厳しいのかこれは。285分の1まで来たってもんね、レギュラーも。ああ279ゲームで252になるわけだね。ちょっとこれ下げ止まりが見えないね。これようやく来た。30ゲーム、これはビッグだよ。これはビッグ。ここでまたレギュラー上がるのか。レギュラー225分の1、9回引いて225分の1だからね。あーでもまあ設定はやっぱありそうか。一瞬ちょっと危ないかなと思ったけど、なんやかんやあるのかこれは。あお抜けたかな、ようやく谷間を。このビッグのコインも合わせればまあ楽に、一応まあ持ち込み的には1000枚ちょっとあるんでね。で投資もまあ250枚ですから、別に追い込まれてるわけじゃないんだけど、最初のスタートダッシュが良すぎたのと、うん、あとまあこの台のちょっと反応がね、若干思ったのと違ったっていうので、多少おやっていう感じだったけど、まあこの辺から、うん、普通に上がってきてくれるなら、うん、まあ問題ないよ。151ゲームまあ、まあギリギリまあ許せるかな。もっとねポンポン来ていいと思うんだよね。基本まあその5ないし6だと仮定して打ってますんで、このそもそもの予想が外れてたらもうこれしょうがないんだけど、うん、まだ全然5、6手仮定しながら打てるレベルの台ですんで、やっぱりね。で今まだ合算で168分の1なんだよね。これでも134分の1とか、だから130ゲーム超えないぐらいでボンボン当てていかなきゃいけないとこだ。ありがとう。55ゲームピックなら音変わる。安定路線な雰囲気にはなってきたけど、でもまあまだだね、うん、まだ優等生ぶってるよ。